清澄町通り、清澄町通り、清澄町通りは、栃木県宇都宮市天間町から北に向かって伸び、道島松原三丁目で桜通りに合流する道路である。旧日光街道の一部、江戸時代、日光道将軍に徳川家康を祀った江戸幕府の手によって、江戸と日光の間に整備された日光街道が、清澄町通りの原型である。日光街道、宇都宮宿は17番目の宿場であり、 その本人は、現在の材木町から、天馬町付近にあった。日光街道は、材木町通りから、本人の材木町、天馬町を通り、欧州街道を分けて、現、清澄町道立寺に進み、新田町から、宇都宮宿を抜ける経路をとっていた。明治維新の際、宇都宮城下では、宇都宮城の戦いが繰り広げられたが、この折、 反軍側の反撃の拠点となったのが、現在も清澄町通り界隈にあるケ輪寺、ン延命院であり、ここにこもった、長州兵、大垣兵が砲台を築き、宇都宮城や、明神山、八和田山二陣を取る、旧幕府軍に向けて砲撃しこれを破った。ケ輪寺は、藍津兵の攻撃を受けて炎上したが、清澄町通り界隈は、母親戦争の戦火を免れた。年に、 宇都宮市に陸軍第14師団が移駐すると、その後の1911年3月4日に、明治政府は東京日本橋から第14師団までの区間を国道60号に指定した。この時の国道の経路は、旧日光街道を踏襲するものであり、清澄町通りもその一部区間として国道になった。国道は、拡幅が7枚以上と規定されていたため、清澄町通りも、 拡幅事業が計画され、松原町区間は、これが施行された。明治以来、旧日光街道である、在木町、天馬町区間のクランクを解消し、在木町通りと清澄町通りを直線道路とした、上で拡幅する計画もあったが、太平洋戦争で戦災にあった一条町界隈に、新ルートが建設され、在木町通りや清澄町通りは、国道指定を解除されたため、 この計画は未了に終わっている。清澄町通り界隈は太平洋戦争時の宇都宮空襲でも戦火に見舞われず、宇都宮城下の面影を現在に残す数少ない地区となっている。清澄町通りは天馬町交差点から松原三丁目交差点までの区間を指す。交差する主要道路は南側から順番に以下の通りである。清澄町通り沿線の主な施設は、 南側から順番に、以下の通りである、清澄町通りは、宇都宮市街中心部西方から北方に向かって、伸びる市道である、現在、以下の通り関東バスの路線バスが走行している、天馬町交差点松原三丁目交差点。ありがとうございます。